スインガー TV、スインガーです。<っ>え本日の動画はですね、サムネタイトル書いてある通り、えー、現役ドラフトから、アイト選手獲得と、そして、えー、今日入ってきたニュースで、なんとね、また外国人ピッチャーを、えー、獲得したニュースについて、ちょっと取り上げていきたいなと思います。はい。<laughs> まずはですね、現役ドラフトについて、えー、話していきましょう。えー、現役ドラフトはね、 金曜日行われていましたけども、なんとね、西部から、愛イ選手取りました。はい。びっくりよ。本当に。まあ、まずね、愛イ選手獲得した瞬間に、びっくりしましたよね。え、愛イ漏れ取るんやって思って。うん。いや、愛イ選手取ることによってね、どういう問題が生じるかって言ったら、 外野手争いが、またさらにヒートアップするんじゃないかなと、えー、僕は思っております。え、アイト選手、基本的に外野しか、えー、守れない選手なので、岡選手とか、えー、石川慎吾選手、そして山口選手、外野ですからね。あと藤原くんなんかもね、これ、ますます、ちょっと追い込まれるんじゃないかなと思います。アイト選手はね、多分、磨けはね、絶対レギュラー取れる選手だと思うので、 えまたさらにね、外野手争いが激しくなってくると思います。多分ね、角中選手とかが、えひょっとしたら代打メインになるんじゃないかなとね、え僕は思います。そのアイト選手がね、活躍したら、はい。っていうのをね、ちょっとシンプルに、え思ったところですね。で、しかもアイト選手はね、ロッテキラーなんよね。結構、ロッテ戦、やたら打ってたイメージがあって、今年もね、 ホームラン見たなっていうのがあって、あと趣味でもね、あの、なんだ、ライトゴロをやってたりとかして、あんまり、えー、アイト選手に対するいいイメージは、いいイメージっていうか、あの、やられた印象が結構多かったですね。そんな選手が、えー、ロッティに入団ということで、今度はセーブキラーになったりしてっていう感じでね、ちょっと期待感は、えー、ちょっとね、溢れ出すんですけど、はい。 えー、来年、愛イ選手の、えー、活躍を、えー、心からね、祈っております。えー、それによって、えー、ロッテからサル選手もね、えー、出てきたと。はい。千早選手、えー。佐々木千早選手はね、今年ね、2試合しか投げてないのかな開幕カードと、えー、9月、10月だったっけマリンでね、登板しました。えー、その2試合全部ね、僕現地観戦だったんですけど、 いやー、22年以降がね、ちょっと物足りない成績に終わってしまって、結局21年のあの年だけでしたね。それ以外はね、あんまりパッとしない成績で終わってしまって、まあ、やっぱりロッテでやることがなくなったと。で、まあ DNA に席ということで、まあ千葉からね、そこまで距離離れてないんで、 まあなんか移動とかはね、そこまで気にしなくていいのかなってね、えー、思うので、まあその辺に関してはね、まあちょっと楽なんじゃないかなと。まあなんか変にね、北海道とか福岡とかね、まあ飛ばされずに、まあ関東圏内でっていう感じでね、まあリーグはね変わってしまいますけど、まあそこでね、新しい、えー、新天地で、えー、千早選手の <laughs> 活躍の方ね、ちょっとね、 まあ、陰ながら応援していきたいなと思います。あ、もしね、古巣との対戦があったらね、もうその時はもうバチバチで、えー、行かしてもらうので、千早選手、えー、DNA でもね、まあ、頑張ってください。はい。っていう感じで、えー、現役ドラフトの話はそんなところに置いといて、はい。なんと、ピッチャー獲得しました。また、ホルデロ選手に続いて、えー、フェルナンデス選手、獲得しました。 はい。名前の方が、ジュニ・オール・フェルナンデス。えー、フロム・ドミニカで、えー、26歳と、結構若手ですね。はい。えー、フェルナンデス選手、どういう選手かというと、190センチの長身からマックス161キロのストレートを投げ下ろす、号案らしいです。だからメジャーリーグは、まあ、通算50試合に登板と。で、なんか、ウィンターリーグで結構無双していたらしいと。はい。 で、なんでしょうね。先発で使うのかな中継ぎで使うのかまあ、ちょっとわかんないですけど。まあ吉井監督はなんか先発も、えー、中継ぎもできるみたいなことをね、言っておりました。はい。でなったらよ。カスティーヨ選手もやばいんじゃないこれ、対談する可能性高いぞ。うわぁ。いや、まじか。だってさ 外人、今、めっちゃおるやん。コルデラ選手と、ね、フェルナンデス取りました。カスティーヨ選手。えー、で、ペルドモ選手、CC。で、まあ、ブロスト選手はね、もう対談が確定しましたけど、えー、多分、二人は抜けるでしょう。ってなったらもう、CC は契約で、ね、結んでるんで、ペルドモ選手と、えー、カスティーヨ選手、これちょっとリリースじゃないのかなと。はい。 ポランコ選手がどうなるか分かんないですけどね。はい。ポランコが抜けてカスティーヨ選手残留っていうのも、まあ、なくはないで、いや、ないか。ピッチャー4人、野手0はないか。ってことは、もうほぼ、ペルドも、カスティーヨ、バイバイなのかないやー、カスティーヨ選手抜けるのはマジでエグいな。結構、痛いぞ。てなったらよ、もうフェルナンデスがもう活躍するしかないんですよ。そうなったら。はい。もうそれを信じるしかない。 はい。とりあえず日本の野球に、まあ、対応していくことがね、やっぱり一番重要だと思います。文化に慣れて、えー、日本の、えー、ジャパニーズベースボールになれるっていうのをね、ちょっと、えー、フェルナンデス選手にはちょっと期待していきたいなと思ってます、えー。という感じでね、12月になってまさかのロッテが、えー、いろいろ補強し始めました。 なんか、やっぱどうなるか分かんないですね。えー、オフシーズン。はい。っていう感じで、まあ、ひょっとしたら、この後もニュース流れるかもしれません。えー、オフシーズンの動向に、えー、期待していきましょう。以上、スインガー TV でした。